じゃあ例の例のあの挨拶からやってもいいですか。例の挨拶からいきましょう。例の挨拶どうぞお天気のりと堀美央奈のレコメン。わあよかった、合ってた。ゲストのお天気のりさんです。どうも皆様、レコメンやらせてもらってたんで、はい、もう今日はその場所で。懐かしいです。まさにそこの席でね。ここの席でした。いつも一緒にやらせてもらってましたから、うん、レコメンでも結構長くお世話になって、はい、3年ですってね、はい、でも卒業した後もあの企画とかでのりさんとちょっとお会いして、あつけてくださってる。いつもみおなと一緒に時を刻んでますよ。あ素敵なコメント。堀ちゃんがね、一番人生で感謝をしたい方って言って、うん、あ、はい、選ばれたのがそのまあ僕だったんですよ。かっこ男性ですね。はい、いやいやいや、はい、だからまあなかなか素直じゃないとこもあるじゃない、妙なも人を介して来たから確かにすごく、まあ、テレアの妙なっぽいなっていう。じゃあ恥ずかしいから、ええ、人をたどったわけではなくてお仕事でもあったんですよ。一番感謝を伝えたい方、うん、でまあ、男性用 の, あの時計だったので、はい、誰かなと思った時にもうのりさんしかいない。そうのりしかいないのよ。すごい自信。とりちゃんが俺のことを覚えてくれてたんだっていう嬉しさね。覚えてますよもちろん、もったいなくてつけないっていうのは一番情けないんだけど、つけてくださいいっぱい。そういつもこうチューなんてしたかもしれない。あぜひ。どうですか久々に文化放送帰ってきて。何にも変わってないですね。そうだね、確かに変わってない、何も変わってないよね。安心します。なんか安心します、はい、昨日まで堀ちゃんが明日ね文化放送来るんだと思って緊張したけど、うん、いざ会っちゃうとなんか普通に堀ちゃんって感じなのね、はい、それすごいよね。堀ちゃんのもし俺が堀美央奈だったら超お高く泊まるんですよ、うん、なんでですか。なんかもう嘘、これ何待ちですかじゃないけどね。堀ちゃんってそういうとこ一切ないじゃない。堀ちゃんマジで裏表がないからね。裏表はないですけど、うん、その分表でもはっきり言うのでえぐってくるよね。えぐりますね。アイドルやってて、うん、卒業されて、はい、今もう普通にせあの、まあ、お仕事もしてるじゃないですか、はい、変わったことって何ですか。一番筋肉量が減りました。どういう答え。さすがだよね。これだよ堀ちゃん。え俺が求めてた堀ちゃんこれだよ。本当ですか。筋肉量が変わったって何。な踊らなくなったので、うん、ダンスのレッスンとかもないじゃないですか、うん、なんか筋肉が減ったんですよね。筋肉量が減ってなんか困ったことはあります。今日坂をちょっと登っただけで息切れすごかったです。ずいぶん落ちたね。ドラマの仕事とかね、やっぱ役者さんの仕事もされてて、はい、金魚妻、はい、ね、あネットフリックスで、勉強させていただいてますよ。ありがとうございます。素晴らしい作品ですよ本当に。ありがとうございます。ただドキドキハラハラしながら、はい、ね、えあれ心臓に悪いですよ。そうですね。そう安藤さんやめてくれよと思いながら、ミオナをやめてくれよと思って、セーフと思いながら。セーフですね。本当に私のファンの方、うん、多分ドキドキして見てない方いると思うんです、まだ、安心してください。いや本当です、大丈夫です。安村さんみたいな言い方したけど思いました。映像で見ることが多くなったりとかで、ね、なかなかねお会いしたことなかったから、ありがとうございます。最近の堀ちゃんどうなのかなっていうね。いやこれ指令が来てるんですよ、ちょっと手ぶらで帰ってくんじゃねえぞと。堀ちゃんのなかなか聞けないこと聞いてこいよみたいな、堀ちゃんの恋愛感的なのも聞いてみたいっていうね。あー恋愛感。いや僕もしかしたらこの後マネージャーさんにぶっ殺れるかもしれないけども。どういうタイプが好きとかっていうのは改めて聞いてもいいですか。タイプ難しくないですか、タイプって。堀ちゃんずっとなんか王子様みたいなこと言ってるじゃないですか。って言ってたんですけど、うん、箱根で、うん、あの恋愛くじみたいなの引いたんですよ、はい、そしたら白馬の王子様なんていないって書いてあって。夢から覚めた感じ。じゃあどんな人ですか。一番はその浮気しない人がいいです。やっぱりそうだよね。あれやっぱりそう。いやいやそうだよね。なんでちょっと息を飲んだ。いやいやバカバカ言っちゃいませんよ。ちなみに浮気はどっから浮気なんですか。ちなみにこれ一応聞いておかないといけないと。頻繁に連絡してるとか、異性の人と大人数でみんなで遊ぶとか、はい、そういうのだったらいいんですけど、二人で会う約束とか。偶然二人になっちゃったら、そしたら解散してもらいたい。そうだね。もう電話とか、はい、おはようお休みとかっていうやり取りも嫌ですね。おかしいもんね、付き合ってないのにね。うん、そこの距離感がバグってる人って、は嫌かなと思いますね。相談に乗ってほしいって言われて、うんうん、相談に行く。でもほら相談ってみんなでするもんじゃないから、あの二人きりになってしまうよね、必然と。向こうが言ってくるんですか、はい、女性の方からちょ相談があるんだけど。まあまあそれはいいですね。友達として頼ってるってことだから。結構長引いちゃって中年もなくなっちゃって。あ、実際に会って相談を受けてるってこと。リモートではなくて、リモート受け付けての相談は、ああ、もう浮気だ、はい。
電話でできるじゃんって話だもんね。うん、他にも相談する相手いるんじゃないかなって思っちゃいますね、うん、その女の人に。それだけ堀ちゃんの愛は大きいってことなんだもんね、逆に言えば。あ、そうです、そうです。私が注いでる分注いでほしいなって。堀ちゃんそのぐらい愛を注げる人だもんね。はい、タイプが狭くて、またさらにそれであの顔の、はい、顔のタイプってどういう人が好きなの？シュワちゃんとか。シュワちゃんってのシュワレツネカ、ムッキムキの、はい、角刈りな、はい、でもシュワちゃんってなかなかいないじゃないですか。もうちょっと未来になってくるとね、うん、ターミネーターみたいな感じでたくさん量産される可能性あるかもしれないけど。クローンがですか？そうそう、ああいう機会がたくさん。嬉しいな。いや、嬉しいなんじゃないんですよ。もうちょっと広げて。すっごい広げますよ、うん、犬顔が好きです。自分が猫顔なので違うものを求めるのかな。ノリスさんって何が顔ですかね。何がミーアキャット顔。こんなん可愛くないよ、ホリちゃん。え、でもなんかホリちゃん一回眼科行こうか。料理ができる人がいいとかさ、もっとこう、うん、具体的に言うと何かある？一個大事なのがあります。 あの私歯向かってこない人がいいです。初めに言ったよね、歯向かわないでってっていうことでしょ。言ったらなんか分かったってすぐこう言ってくれる人、そうだねとか。精神的にも大人の方がいいよね。そうですね、大人、余裕があるというか。そう、なんか長男っぽい感じの、うん、私をちゃんとこう、うん、子供としてというか、うん、はいはい分かった分かったって言ってくれる人じゃないと、ね、はいはい分かったよ、歯向かわないよなんつって。それはいちいち言われたら嫌なんですけど。やっぱブレないよ。なんか私の周りの友達、うん、キヌちゃんっていう YouTuber の方とか、うん、寺田ランゼちゃんとか、うん、鈴木あやねちゃんとか見てると、うん、みんななんかお姉さんっぽいというか、ちょっとこう妹を見るかのような目で私をいつも見てくれてて、私が気まぐれなことで、あ、これ食べたいとか言ってもいいよ行こうって言ってくれて、あやねちゃんもさ、よくレコメンに来てくれてさ、うん、堀ちゃんと一緒の時とかさ、うん、なんか元気な堀ちゃんを見るのが自分の幸せじゃないけど、そのぐらい尊い感じの、よかったね、みんな楽しいのっていう、わがままになっちゃいますね。だから俺みたいなタイプのさ、もう俺が俺がでさ出てくる人嫌でしょ。もう堀ちゃんの方が大人になってるもん、たまにね。三男坊の成功だからすぐ俺が俺がでさ、こういう出てくる。ちょっと似たとこありますよね。なんか中の堀ちゃんはブレてないわ。本当にいいね、はい、すいません、こっちが一方的にちょっといろいろお話していただきまして。